はい、えー、皆さん、こんばんは、ホワイトベースに飲み屋翔平でございます。これね、バイクメガネバージョン2です。はいあのー、今ね、こうかけている状態だと、普通のメガネ、えー、で、ね、こう色も普通だと思うんですけどね、これ、外でかけてる時の私がたまに動画で映ってるんですけど、ちょっと色が入るんです。調光と言います。はい、太陽光の強さに合わせて、えー、色が変わって、ですね、面におやさしい。しかも変更が入っていて、えー、こういう液晶とか見てもねあの、フロントグラスとか見てもしましまになりません。はい なりにはならないって完全に言っちゃうとあれかな、なりほとんどならないと言っておこう、はい、バイクメガネバージョン2です、セブンツアイワークスさんで販売中です、はいえー、と今日のお話なんですけども、えー、とバイク買取出現選手権ということで、えー、やっていこうかと思います。はいえー、最初にお断りしておきますけども、この出現選手権というのは、私がお客さんからお聞きした話であって、私の出現ではございません。はい えー、というわけで、あのー、むやみやたらとですね、えー、他の方から聞いたあ失敗談を取り上げるというですね、非常にこう良くないことをやるんですけども、よろしくお願いします。はいえー、ちなみにですね、そういう話を聞いたのは、今からあの最大で10年前ぐらいの話まで含んでおりますので、えー、割と最近の話ではないんですね。えー、そこをちょっと含み置きの上聞いてもらいたいんですけども、はい、思いつく限りいきます、えー。今日お伺いした話も含まれますんですけども、えっ、ー、とね、 買い取り、連絡しましたとね、買い取り業者さん連絡しましたとね、でまず最初に、ね、電話で絶対に金額言わない、いやー、その気、それはね、見てみないとわかんないんですけどって言って、絶対に金額言わないでお伺いしますっていうケースね、はいまあ、これ、ライドジャブなところから入りますけれども、まずね、怖くてしょうがないよね。 そんなに金額分かんないもんかって分かるんですよ。あの、僕の場合特にそうなんですけども。あの、分かるんですね。で、それを大まかなところも言わずに、とにかく家まで行くと、こういう押しかけパターンですね。はい。これ一発で怖くなっちゃいますんで、えー、まあジ、ジャブで言う、ジャブな出現ですね。まあ、あの、そこまで激しい出現じゃないにしろ。はい。えー、これ、えー、まず、これがまずジャブですね。はい。えー、次の、えー、出現になりますけれども、 あの、これね、ちょっとオークションの相場で、いくらなんで、二十万なんで、オークション相場を出してしまう出言。 はい。これ、なぜ出現なのかというと、あの、オークション相場っていうのがあります。これ、これはね、あの、二輪、二輪車新聞っていう全国紙のね、あの、業者が撮ってる新聞なんですけども、あの、例えばこういうところにですね、あの、オークションでどんの車種がどういう金額で落札されたかっていうのが出てます。はい。えー、JBA 横浜と AJ 大阪とか、か新井 AA 福岡とか、新井 AA 米ドとかね、あるんですけども、あの、この相場をね、引用する、ここ,こ,こまではいいんですよ。 ね、この相場を引用するんじゃなくて、この相場を都合よく減額したものをリストにして引用しちゃってるんです、これ。 これも出現ですね。これ、あの、やらかした、あの、業者さん、誰にやらかしたかというと、これはね、僕にやりました。はい。当時、あの、限定モデルのですね、ハーレ・ダビットソンをですね、あの、1台仕入れてたんですけども、あの、それを仕入れた会場が、まあ、この5会場のうちのどこかだったんですよ。まあ、どことは言わないですね。で、それ、それを、あの、売るときの,あの話だったので、 その台数がないから、どんなに長いことデータ掘ってきても、出てくるあのデータっていうのがほとんどないんですね。で、それを、いや、この、これと全く同じ年代のやつだと、いくらだったんで、これと同じぐらいの状態だと、いくらだったんでっていうふうに言ってくるわけなんですけども、いや、それ、あの、まあ、言ってないですよ、それ、うちで仕入れたやつだけど、その金額じゃなかったんだけどなぁ どういう経緯でねあの、その買い取り業者さんとそういう話になったかっていうのは、そこはちょっとあの割愛しますけども、お客さんとの絡みもあるんで割愛しますけども、あのー、相場がね、2割ぐらい減額されてましたね。はい、だから、安く見積もられるっていう話です。はい、いやー、嫌だね。これ怖いね。はい、で、えーま、次の出現。はい、あこれちょっとフレーム歪んでますね。5万円だけ引かせてください。はい フレーム歪んでるかどうか見ただけじゃ分かりません、はいえー。どこのフレームがどう歪んでるかも説明できないんですけど、フレーム歪んでますね。5, 5万円、これ、減額させてください。要はあのネットとかの,あの買い取り、一括査定とかで来た業者が、要は少しでも値切りたいわけですよ、ね。ちょっとでも値切りたいからって出た出まかせがそれですね。あのフレームが歪んでるかどうかっていうのは、目で見たらわでも分からないです、はい。目で見ても分からないです。 あのー、もうね、どういう根拠でどう言ってるかね、あのちょっとわかんないんですけど、あのじゃあね、たとえそのフレームのね歪みがじゃあ,あったとしましょうよ、ねそし、あって減額するんだとしたら、どこをどう見て曲がってるって判断したのかっていうのを、その場でお客さんに説明しないとダメですね。ただフレームが曲が曲ってるから って言われてるだけっていうのは、お前の根性が曲がってるからって言われてるのと同じように、見えないものを曲がってるって言,言ってるような話だから、もうこれ完全に方便ですよね。完全にアウト。ただの減額のその、値、ね、切るための方便で、完全にアウトですね。はい。で あとは、あの、ああ、ここ錆びてますね。もうこれもアウトですね。もう錆びなんて絶対あるから、あの、錆びてることに対して、その減額っていうのは、あの、ま、言うところによるとそうだな、あの、ま、借家でね、通常利用の上でのお損に関しては、あの、なんていうの、その、保証を求めないっていう約款があったとしましょう。で、その通常利用のお損について、それをチクチク攻めてくるようなことと同じですね。はい。 ちょっと話脱線しますけれども、賃貸の契約ってね、契約書に書いてある内容があのちゃんとしてるかって言ったら、あれあ、そうとも限らないですからね、なんか重要事項説明書とかもいろいろあるんですけども、あれあ、揉めたことがあるんですけども、あれ、かなり貸す側にとってえ都合よく違法な内容である場合っていうのはかなりありますので、注意したほうが良いと思います。 なんか地域によって違うからとかいろいろ言ってくると思うんですよね。そんなことはないんで。はい、で、えー、まあそんなようなね、錆びてるからって言ってきたりとか、あとあの、<laughs> よくあるパターンが、 ね、いや、そんな金額じゃ売りたくないと。ね。あの、言ったら、じゃあすいません、ちょっと上司に確認しますんでって言って、あの、電話するね。パターンね。じゃあ30万の査定だったのが20万って言われて上司に確認するって言って、25万だったらっていうパターンですよ。はい。これもね、 これもトラブルを非常にこう引き起こすケースなんですけども、まあ、価格交渉においてはね、あのこういう手段を取るっていうのは非常に古典的手段で、えー、やらなくもなかった時代はあるんですけども、まあ、今やっちゃうと、もうこれ、完全に時代遅れですよね。はいまあ、そういうのもありますし、あとはあのー、のう喝するケースね。あのー ね、ここまで来るのもただじゃないんだよみたいな感じで、あのな、無理やり買っていこうとするケース。もうこれはもう完全に失言というか警察通報レベルですね。はい。もう居座って、同活するっていうのはアウト。完全にアウトです。はい。これダメですね。はい。それもダメだし、それを完全失言というか、もう、もうなんていうか犯罪行為というかですね。よろしくない話ですよね。だし、まあ、あとは、あの、あとどんなんだろうな。 あと僕が聞いた話だと、買い取りって言ってるのに、ゼロ査定、ゼロもしくはお金くださいっていう処分費用を取るケースね、これはもう看板に偽りありというか、買い取りできてるのにお金くれっていうのは、僕、それね、これ多分ね、ダメだと思います。ダメっていうのは、どっかの法律にこれは触れてると思います。要はあの 言ってることと違うことをやってるわけだからねえ、イチャモンつけてお金取ってってるのと同じですよ。これも僕はね、完全にこれダメだと思います。はい。てか、ダメです。はい。えー、ほ、まあ、にもね、あの、すみません。<laughs> すみません、なんか飛んでんだよね。他にもね、皆さんがいろいろ苦労してることもあると思うんですけど、はあ、失礼。じゃあね、 僕がどうしてるのかっていうと、あの、まずね、会ってからねぎるってことは一切してないです。はい。で、あの、その、その代わりですよ。あの、事前に、 もうかなり詳しい情報をいただきます。メールで、えー、やり取りして、えーまあ、今までの、ね、分かるその記録簿とか整備履歴とか、そういうのを、ね、できる限り教えていただいて、であの今、携帯で簡単に動画撮れますので、本当に2、30秒の動画でいいんで、えー、送ってもらって、であの車検証を見せてもらって、もうそこまですればリモートで査定なんかできちゃうんですよ。ねで あのもう価格交渉がそこでやっちゃいます。そこでその価格だったら売ります。ってだなった段階で初めて行きます。はい。初めて行きます。だからお伺いしてから僕ができるってことはしないです。もう、もう下手したら会った瞬間にこれお金と書類ですって渡します。はい。でそれから あの、車両チェックしたりとか、順番逆だったりとかするんですよ一応まあ最初に書類だけ見せてもらって、ナンバーと車体番号を確認、一致してるか確認をして、で、えー、それからまあ、あのー、書類のやり取りとお,お金をお渡しして、そっから僕はバイク持ってく。あの、下手したらね、その場で指導チェックすらしませんよ、僕。エンジンかけたりとかもしない。あのー、動画で見てるもん。 もうあの動画送ってもらった段階で見てるし、あの例えば整備記録棒上でね、あの例えば BMW だったらモドラットとか、あのそういう正規ディーラーの例えば点検、えー、12ヶ月点検、24ヶ月点検等があの直近にあったものだったら、あの別になんかあのチェックする必要がないですよね、特に。 あのー、そういうもんです。はい。だから別にそこで、車体に傷がある。あ、これ傷がありますね。これだと幻覚ですね。とか、こういうのも言うと、言う人多いと思うんですけども、そんなの写真見りゃわかってるし、ね、その傷の程度見れば、あの、どっか歪んでるかどうかっていうのも予測がつくわけだし、ね、あの、バキバキにドーンってなってるとか、リム打ってる跡があるとか、その写真見ればわかるんですよ。すぐわかる。ね。で、 見,見ればわかる。大体、こけて当たるとこって、だいたいあの、共通してるんですよ。まず、バーエンドね。それから、あの、カウルの張り出した部分ね。それから、あのー、フロントフォークの、その、ボルトのところです。はい。あと、ステップ、えー、ライトとか、ライトのリム、ね。あと、ミラーの端っこ、あと、リアキャリアとかね。あのー、大体う、ぶつかるとこは、 あの同じなんで分かるんですよ。で、そういうところだけ見ればいいっていうのも、まあ、経験上なせる話,話ではあるんですけどもね。なので、見てから、あのあ、これ汚いですね、錆びてるですね、汚れてるですね、傷があるですね、で、あの何万ダウンみたいなことは言ったことがないよね。もう、言ったことがないです。はい。だからね、僕、よくね、言われるんですけども、あのお渡ししてお金はお渡しするじゃないですか。 で、50万円ぐらいまでだったら元気で渡しちゃうんですよ。で、それ以上だとちょっと ATM でおろせないんで、振り込みになったりとかするんですけど、あの、いきなりやっぱ、あの、何十万っていうお金をボンってこう渡しますんで、お客さんの方がびっくりしますよね。で、え、あの、もういいんですかみ,みんなちゃんと見なくていいんですかえここからいくらか減るんだと思ってましたってのよく言われます。はい。よく言われる。でもね、それやっちゃうとさ、その場はいいけど、 そういう話ってすぐ広がるからさ、あの、商売上、次に続かないよね。ねだって、後から値上げする、値段追加で取るのとか、あの難しいですもん。ね。あの、じゃあ、約定してから金額変えるって、普段やらないでしょ。あの、どっか買い物するにも、それしないじゃないですか。だからそういうもんなんですよ。逆に、ものを安く売るっていうのは簡単なんですよ。ね。 1000円安く売る、1万円安く売るって簡単ですよ。簡単に喜ばせられます。後から1000円上げる、1万円釣り上げるって無理です。1円釣り上げるのも難しいです。まあ1円ぐらいだったらね、払ってくれるかもしれないけど、ね、あの、難しい。それと同じように買い取りの時もそこから値切るってね、あの、難しいんですね。だから僕の方はもうあの、リモートで、えー、査定して、その金額についてまでもう了解。 をそのうちでも役場してもらって、で、えー、行きます。はい。ね。だからそこからね、文句つけるダメだと思うんだよ、ね。あと、とりあえず行きますもやってない。だから出張査定じゃないんですよ。査定しに来てくださいはないです。はい。買い取りますっていうなってから行きます。だ店頭だったら査定のみはあります。はい。店頭だったら労力発生しないからね。わかりますよね。はい。なので、あの、まあ、自分の話ばっかりになっちゃいましたけども、あの、でもこういうのってね、 もう,なもうかなりなくなったとは思うんだけどね、あのただ聞いた話によると、その大手の買い取り屋さんとか買い取り査定に向かってる人たちも下請けだっていう話があって、で一時ね、そういう変なの出回ってたの、これ言っていいか分かんないんだけど、その大手の買い取り店が出してる買い取りの金額リストみたいなのを持ってうろうろしてるおじさんがいたの、積載車であので。 僕にその金額だけ言って勝手に持って行動したんですよ在庫のやつと、ね。いや買取屋さんの「ピー!」がこれは言えないがあの「この金額示したらバイク屋さん喜んで売ってくれるよ」って言うからとか言って「何考えてんだこの単細胞は」と思ったんですけどもそういうリストがあの多分ねあその人はちゃんと理解してなかったんだと思う。 ちょっと日本語怪しかったから、日本人じゃなかったんだと思うんですけど、あの要は買い取り業者大手の B がその価格リストを渡して、で、買い取りをしてもらって、その金額から安ければその分が上がりになって、その金額から高ければ逆にマイナスになる、ね、そういう形でやってるんじゃないのかなっていうのは僕の説ですはい説です。 ね、あのー、ただ儲かる世界じゃないから一般的ではないと思うほとんどは自社の買い取り要員がやってると思うんですけどもあのそういうことをしている P がそういうことをしていたっていうのは、えー、と今から約10年ちょっと前ぐらいにありました今はどうか分かんないもしかしたら今もあるか分かんないでそういう人たちっていうのはあの僕があったみたいにあの窃盗まがいのことをやってます も勝手に持ってっちゃうんだから。いや、いいとも悪いとも言ってない。あっけに取られてる時にそに、紙だけ渡されても持ってこうとしお金も払わずに持ってこうとした,したから。ね、あの、だからねオ、オートバイも自動車業界もそうなんだけど、あの自分もね、中古車業者だから、あのー、はっきり言えるんですけども、この中古車事業をやってる人間ってね、正直、ろくなやつじゃないやつはかなりの割合います。自分の業界だから、いくらボロかせてもいいと思うんだよ。 ね、あの自分もそういう中であの戦ってきて今があるわけだからあのでそういうやつらどうなったかってみんないなくなってるけどいなくなってはまた現れてるっていうのを繰り返してるの中にも本当でゴロツきまがいのやつもいるしあの本人がよく分かってないんだけどもそういうのに支持されてそのも,うごもう強盗ですよね紙だけ渡して持ってくとかそういうまがいのやつもいるしそれをお客さんにやる人もいるし買取でやる人もいるんだよね。 世の中そんなに優しい世界ではないというですね、えー、というのを僕は、ね、この世界に入って痛いほど知った、痛い思いは、痛い思いはされてないよ、ね、でも、あのーあ、こいつらには近づいちゃいけない、こいつらには毅然とノーを言わなければいけない、あのあこの人たちはいい人そうに見えるけれども、あの俺をだまそうとしているとかあの、こいつは最初、いい人な顔をして、俺をだましたと。ね で俺をはめたとでここからちゃんと自分で身銭を切って弁護士雇って戦わなくちゃいけないとかもうそういう,もうバトルをね本当めっちゃやってきたからだからその業界の中に買い取業者であのそういうそのもう言うだけ言ってやろうっていう感じでですね がいるっていうのをお客さんから聞いても何も驚かないよね。まあ、そうだよな。なまあ、そのぐらいはするだろうな。むしろその程度で済んで良かったなっていう感じはする。ただ、その女の人がね。オーナーだからっていうので、もう取り囲むようにね。居座ってもう恫喝して安く買い叩いていくっていう話はほんと許せんなって思うけど、まだその場にいないからね。その話が本当だったかことがわかんないけどさ。でもやるだろうなっていう気はする。 うん。やるだろうなっていう気がする。だって、あの、僕も今言ってないけど、オークション会場に、あの、通ってた頃はね、もう本当にやられたもん、やられたっていうか、その、ど喝されてず、だから随分心強くなったよね。だからさ、ゲーム、ゲーム、アニメ好きのオタクだった、オタク青年だった私がですよ。人と対話するのが嫌で引きこもってた人間がだよ。そんなさ、チンピラマガイの業者がいっぱいうじゃうじゃいるようなオークション会場に毎週通っては、 ぶっ飛された人もあた日もあったわけですよ。もうこの勢い1位置ですよ。もうもう唾飛んでくるもんねも。もう理由が何かっていうと、僕は原車確認した時にエンジンかけた時の排気ガスが臭いっていう理由です。はい。 でもうあの、こんくらいでかいやつ、もう体もでかいやつはこ、この距離で同う喝してくるんですよ。まあ、あのここで口にするのも、あのはばかられる汚い言葉でね、やられるわけ。で、そう,そうなったとき、僕、どうしたかっていうと、あの、 まあまあ、昔だったら、あのー、もうちっちゃくなって逃げ,だ逃げ,逃げられずに、も、ま、う、あ、その場で、ね、もうペコペコだったかもしれないんですけど、まあその時はやっぱ自衛業やってたし、俺を守るのは俺しかいねえと思ってたし、もうね、まあい,いや、ここ一生オークション会場、オークション会場っていうのは別に、オークション会場自体は別にいいとか悪いじゃなくて、ものすごく厳しいとこなんですよいる。いるやつがダメっていうだけで、会場自体はちゃんと従いした会社で厳しいとこなのね。だからカメラとかいっぱいついてるのよ。盗まれたくないから。 だからこいつが俺になんかやったら、これ全部映ってんなと思ってあの、もう一本も引かない。引かないどころか前に出たね。もう、唾飛んできたけど、ま、前に出たもう。もうね、チューする勢いで前に出たね。もう,何だう、なんなら本当に抱きついてチューしてやろうかぐらいに前に出たもん。で、なんかその、排気ガスが臭いだの、俺がいるの分かっててこあの、やっただの、こう言,言ってるんですよ。ね、つ飛ばしながら。あの なんつったっけなお自分で笑っちゃうようなこと言っ,て言ったんだよな。あの、なんつっただろうかな、まあ、とにかくね、なんかその、あなたが後ろにいることは私は分からない。自分で集中してるから後ろにいるから分からなかったと。ね。で、僕だけじゃなくて、あっちもこっちもそっちもエンジンかけてると。ね。でこういう場だから、誰かがエンジンをかけて排気ガスが出るっていうこと自体、当たり前だろうと。ね。その上で、 苦しい思いをしたんだったら悪かったなと。うん。すみませんでしたと。それも、あ、すみませんでしたじゃなくて、すみませんでしたって感じであ、そういう意味で、うん。っていうふうに言ったかな。うん。でも自分だってね、向こうだってそういうふうにしてる時はあるかもしれない。ね。あの自分だってエンジンかけてる時他の人は臭いかもしれないんだと。それも含めて、今俺はここでお前謝ってるんだと。ね。それでも何か言うのかと。 っていう感じで、あのー、もう顔面付き合わせて言っ,た言ったような気がします。はい、で最後はもう向こうが言うのに詰まってるから、じゃあいいのいいのねそれでいいのねってってじゃあね俺行くよっていう感じで言ったんですけども、あの時だって僕に、20代後半、29とかね、8とかそんくらいで、向こうはもう僕、もうだいぶ年上でね、もうほ本当に僕、背低い方じゃないけど、頭1個分ぐらいでかい人でしたよ。しかも2人組ね。 あのもうそれからしばらくドッキドキあったよねあ、帰りどっかで待ち伏せされてんじゃねえかとか、でもそんなことがね、本当にたくさんあった、うん、本当にたくさんあった、だからそういう人たちはあのがいっぱいいる業界なんですよ、ここは、もう痩せても枯れてもね、だから僕、あの本当そこには染まらないように。 あの主に染まっても赤くはな,らなるまいぞと思ってですね、あの一時にねあの、お客さんの子に頼まれて頭、その美容院の子がいたんですけど、あの頭、茶色くしたことあったんですけども、まず、その、チンピラっぽくならないように、髪の毛は黒いまま、ね、でいようと。であの、髪の毛は黒くて、言葉遣いは丁寧にしようと、文章も丁寧にと。で、そうしたことは忘れずに、あのきちんとその、なんか、 どうせ騙してんだろって見られるようなことの方が多かったんで、あの、そうならないようにしていくにはどうしたらいいだろうかっていうのをね、あの、本当に今でもよく考えてますね。 あの、大体近寄りがたいとか入りづらいとか思われたりとか、騙してると思われた時点でね、あの、章はやっていけないから、でもそういう特色が強い業界でね、やっていくにはどうしたらいいだってすごい思ったの。だからさ、やっぱりね、その買取業者の人がそう簡単に失言というかね、あの、もう恫喝しちゃったりとか、あとからね、朝礼母会で言うこと変えちゃったりとかっていうのがあると、もう本当にがっかりするし、もうそういうのね、もう本当、 あのほで僕だけじゃないんだよ、いろいろ頑張ってる人って、頑張ってる人たちは足引っ張るようなこと、本当やめてほしいなってね、まあ思いましたね。うん。まあ本当に最近はそういう噂聞くのもねあの、かなり減ったは減ったけど、当たり前すぎて誰も言わなくなったのかもしれない。うん。どうですかね、皆さんね。 あの、コメント欄にいくら書いても足つかないんで、あ、ダメですよあの、名前は本名にしちゃダメだよ。<laughs> あの、自分の名前ね、あの、出るじゃないですか、ニックネームがね。僕だったら、僕は本名出してますけど、二宮昭はホワイトベース出してますけども、みんな,みんなはね、なんかニックネームつけておいてくださいね。はい。で、別にあの、あの、たまだ、あ、あの、なんか、個人名とかね、出しちゃダメですけどね。 はいあの思いの丈を書いていただければと思います。自由に書いてください。あ,あ、これやばいなと思ったら、個別に僕消しときますんで、はい。消してなければあの大丈夫だということで、あとはまあそれももう気づかない場合も、僕の検閲気づかない場合もあるんですけども、そこは皆さんの、えなんていうんですかね、あの、<laughs> なんか、裁量にお任せいたします。あの、結局、そういうコンプラっていうのはね、YouTube が規定しているもんだから、僕がどうのっていうのをね、あの、できる話ではございませんので、はい。 えー、というわけでお話しさせていただきました。はい。えー、いつも動画あ見てもらってありがとうございます。はい。皆さんのおかげで救われております。あの、いろいろリクエストも募集してますので、えー、メールでですね、リクエスト書いてください。あのー、全部に答えられるわけじゃないんですけども、あの引用させていただいたりとかですね、えー、します。で、あの、誰々からの何々っていうのは一切言いませんので、あのー、話の内容だけ、つ、えー、まんでね、動画で引用させてもらったりとかします。はい。 えどうぞよろしくお願いします。であとすみません、最後なんですけども、二宮翔平のバイクにと一体なれ、Amazon 絶賛受付、えー、中です、これね、あのー、動画見てる頃はもう売られてるかもしれないですけど、ね、6月28日に発売予定なんですね、予約もやってます、はい、よろしくお願いします。あとあの、スワットライダースパンツ、ホワイトベースのパンツですね。はい これ違うんですけど、はい。こんな感じの柄のやつですね。はい。あの、これ期間限定でしかお申し込みいただけません。あと1週間ぐらいで終わっちゃいます。はい。えなので、こちらもですね、よろしくお願いいたします。はい。あの、よくね、ライディングパンツですね、あの、金額がお高いというふうにご指摘いただくんですけども、原材料が上がっている中でですね、かなりこれ、これでも抑えさせていただいている方です。あと、あの、ライディングパンツってですね、普通のズボンと比べてやっぱ、あの、1万円ちょっと割高になりますので、あの、 その辺りですね、ご理解いただければえ幸いでございます。はいえー昨今ですね、こうやって一生懸命物を売ってですねえ食いつないでおります。皆さんのおかげでですね生活、3人と2等生活できております。はいどうもありがとうございます。はいえー以上、失礼します。ご視聴ありがとうございました。